皆さん、こんばんは、佐々木です。本日は、えー、世界同時株安、そして仮想通貨安が起こるのではないかということで、えー、コロナバブルの、ね、終焉が近いのではないかという話をしたいと思います。えー、このね、動画で皆さん、えー、前から言ってますけども、僕のメインチャンネルも、えー、こちらの投資チャンネルの方でも言ってますけども、えー、そろそろそのコロナバブルっていうものが終焉に向かっていく可能性があると。でそうなっていくと、もちろん仮想通貨も落ちますし、えー、株価、でこのナスダックもそうですし、日経も落ちます。 でもうえー、それだけでなくて、えー、例えば税金が上がったりとか、もともと大変になっていくんですけども、まあ、そういった税金の話とかはね、あまりその皆さんの利益とかそういったところに関係ないと思いますので、僕のチャンネルでは、えー、どういう銘柄を買ったらいいのかとか、どういうところで売り、ショートで入ったらいいのかとか、そういった話をしたいと思います。今現状ですね、ビットコインっていうものは、えーまあ、すごく強くてね、上がってますけども、こナスダックが例えば、えー、1万1000ドルまで調整するということがあれば、 えー、ビットコインも2万ドルぐらいまで、調整で下落すするるっってていいうこととも、えー、ありえるんじゃないかなか思ってますでその理由なんですけども、えー、これから話していきますけども、ちょっと待ってください。その前に、えー、僕のね、公式 LINE 登録してない方は是非、ぜ、え、ひ、ー、登録しておいてください。あと、公式 LINE と、えー、Twitter の方で僕のね、えー、仮想通貨もそうですし、えー、株とか売買情報とか、えー、どういう銘柄をお勧めだとか、そういったものも配信してますので、 えー、特にね、公式 LINE、Twitter はチェックしておいてください。あとね、こちらの、えー、チャンネルの、えー、チャンネル登録もお願いします。で、えー、話していくんですけども、あの、まあ、ビットコインね、見てあ、ずっと見てる人とか、2017年ぐらいに参入した方が、また2020年か2021年に、えー、再度ね、こう、上がってるのを見て始めた方って多いと思うんですけども、まあ、冷静に考えて、まあ、高すぎるか安すぎるか、もっと上がるか下がるかっていうのを別として、 まあ気をつけてもらいたいのは、このナスダックとかですね。まあ一番見てほしいのはナスダックとこのビットコイン対比を見てほしいんですけど、ナスダックはそろそろ結構調整してるんですね。で、ここの調整っていう下落が、この部分がこれで収まって、ええー、再度上に行ってくれればビットコインもまあもちろんね、上がっていくんですけども、これが仮に1万1000ドルとかまで調整してしまうと、まあ、ビットコインも えーまあ、3万ドルから2万ドル付近まで落ちていく可能性高いんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、今年はね、あのーまあ、上がりそうとか、まあ、実際上がってるんで、まだまだ上がっていくっていうふうに思ってる人とか、10万ドルいくんじゃないかなって思ってる方もいると思うんですけど、それは可能性の話だって、あのいつその崩れてもおかしくないというか、えーう、いうふうに思ってます。過去を見ても、例えば2016年とかを見ても、例えばビットコインが上がり始めたって。 っていうのが、そもそも2016年から17年かけて、このフェーズで上がり始めたんですけど、ちょうどですね、ナスダックもこういうふうに上がってるんですね。で、ビットコインのその度合いで言うとこう、ビットコインはこういうレベルで上がってると思うんですよ。で、こう崩れたと。あ、2017年なんで、こうじゃないですね。ちょっと今の間違えました。2017年から、えー、18年まで上がったと。で、18年の1月ぐらいからもう崩れて、 なんで上昇率で言うと、こういった感じで上がって、これでもえ折り返していると、ビットコインの方がね。それからすると、もちろんビットコインがこういうふうになっているということあるところも全般そうなってましたよね。だからそれからすると、そろそろそ、これがね、なぜだかまだ分かんないですけど、この辺で耐えて、上に行ってくれればね、 とか、えー、1万5千ドルとか目指してくれれば、ビットコン例えば8万ドルとか10万ドルぐらいまでタッチすると思うんですけど、えー、現状結構厳しいかなっていうふうに思ってます。もうここのその上昇す,する具合が、もうやっぱりこの辺のその角度に近いので、えー、プラス、例えば2017年から、えー、今6万ドル、えーまあ、今5万ドルですけど、万5万8万八千ドルまでタッチしましたんで、まあ、約6万ドルまでいったとすると、 えー、当時からね、3倍ぐらいになってるんですよね、その当時、2017年の最高値2万ドルから。からそれからしても、その半減期が、えー、これまでですね、例えば2016年かな、半減期があって、そこから2017年というのは、ビットコイン2倍20倍になってるんですよ。20倍ぐらいになってるらしいんですね。で、そして、えー、今年しはっていうと、今回 3, 3倍ぐらいですけど、えー、それぐらいで終わってしまう可能性もあるんじゃないかなと。 言って、例えば、ここが3倍じゃなくて5倍とか10倍になる可能性もありますけど、あのどっちかというとそっちの方が厳しいんじゃないかなと。10倍って言ったら、もう1ビットコインが2000万になってきますんで、そうなってくるとどうなのかなっていうところありますけど、こちらが崩れてくるんだったら、もう間違いなくビットコイン無理かなというふうに思っています。だから将来的に例えば、崩れた後に、えー、また再度ね、2022、3、4、5とか、2025年あたりに再度上がっていく可能性あるんですけど、まあ、そうじゃないとやっぱり厳しいかなと。 そうじゃないとっていうか、今の段階で考えると、その、上がっていくっていうのは、少し警戒した方がいいんじゃないかなと。今、楽観的にね、思ってる方とか、例えば、今ね、アルトも上がってるんですよ、結構。これ、ちょっと投資やってる方向けっていうか、仮想通貨投資やってないと、あんまりこんだけ見れてないと思うんですけど、えー、イーサとか、その、大型アルト系はね、あんま上がってないんですけど、まあ、ポルガドットとか上がってますけど、例えば、このユニスアップとか、ディファイ関連とかね、アーベとか、 えー、変なのおっしちゃった。もっと小さい銘柄で言うと、例えばこのネムとか。ネ、ま、マ、あ、はね、シンボルのアップデートっていうか、えー、権利確定日あるんで、それでまあ買われてるっていうだけだと思います。例えばビチェーンとかね。まあ、これもそこまでじゃないですけど、こうなっててくる、例えば、うーん、あ、そう、ベーシックアテンショントークン。これコインチェックでも扱われてるし、えー、日本のね、その他の取引所でも扱われてるんで、知ってる方いると思います。僕も買ってます。これももう4倍ぐらいになったんじゃないかな。僕、底根、ね、県で仕込んでるんで。 えっていうのとかですね。あとは、あとエンジンコインとかね。これちょっとミスりました。さっきツイッターに書いてたんです。ただ、え、えー、チリーズはね、もうこれね、5倍ぐらいになってます。僕0.2前後で買ったんで、0.02ですね。ドルで買ったんで、もう5倍ぐらいになってます。0.1とかね。0.11まで上がってから0.1まで下がってきてるんで。もうこの後まだぶっ飛ぶ可能性あるんですけど、こういう小型コインがあの上がってるっていうことは、今後ですね、 今後っていうかこの後1週間か2週間後ぐらいに、1週間ぐらいですかね、大体おおむねビットコインが上がるっていうのが、アルト循環っていうかね、アルトが先に上がり始めると、その後、もちろんビットコインが上がってから今アルトコインが上がってっていうのを繰り返してるんですね。で、ビットコイン上がってアルトコインも上がるんだけども、その後一旦ビットコインが下がるってタイミングに、アルトも下がるんだけど、その後えアルトに資金が回ってきて、 ががパコンパココン上りり始めたりとかでそれが今結構小型銘柄に集まってきてるっていうのを見ると、まあ、そろそろそのまたビットコインが再度大きな上昇を見せ始めてもおかしくないんじゃないかなというふうには思ってるんですけどそんな中、えー、このナスダックとかあとは中国ですねチャイナの A50 とかそういった株価指数が落ちてきてると結構これ見ると厳しいんじゃないかなっていうふうに思ってます ダックもずっと上がってきてるんですけど、中国もね、もちろん強いし、上がってきてるんですけど、そろそろ厳しいんじゃないかなというふうに思ってます。結構ね、こう、ずっと上がってきてるんで,で、いつ崩れてもおかしくないっていうところだと思うんですよ。だからそこで崩れ始めたら、もう早めにね、あると売ってった方がいいんじゃないかなというふうに思いますま。VX 指数とかね、若干上がってますけど、まあこういうのはね、もうそもそも見なくてもいいぐらいなんですけど、一応出してます。ね。なんか異常がないかなということで。 もう別にナスダックが落ちたらこっち上がるのは当たり前なんで、株価指数とかがね、下がったら VIX 上がるっていうのは当たり前なんで、VIX が上がったからナスダック上がるん、えー、下がるんじゃなくて、ナスダックが下がった時に恐怖を感じて VIX が上がるってことですね。恐怖を感じてっていうか数字なんで、あの、人の感情だけを表しているものではないんですけど、まあそういうことですよね。だからもうサブ的っていうかね、一応出してるぐらいです。どれぐらいこう数字が上がったのかなっていうぐらいでね。 たまに見るぐらいです。ただ、その、まあ、VX 的にはね、これはね、全然低い方なんですけど、ね、こことか、これ去年の3月かな。そうですね。だここぐらいまで行くとかなりやばい方なんですけど、もっと、ああ、ここもありますね。2000、ああ、これリーマンショックの時ですね。まあ、リーマンショックよりは上がんなかったんですね。ただまあ、でもコロナの方がリーマンショックよりは多分、ひどい影響を受けてますよね、みんなね。全世界の 全世界の人たちの影響なんでね。リーマンショックはまあアメリカだけかもしれませんけど。そこを考えても、今はやっぱりそんなに、あの、教室っていうよりもそうでもないと。こっからですよ、問題は。1万1000まで下がったりとか、もしくはもう1万1000どころじゃなくて、1万4000まで上がって、調整例えば8000とかね、9000とか。1万終わって、まあ1万から8000ですね。そこら辺まで落ちるんではないかなと。で、その後、 すぐに回復するんじゃなくて、えー、しばらく上がらないとかね、2、3年ぐらいずっと1万とか8000ぐらいうろちょろするとか、っていう可能性もありますし、まあ、その後5000まで下がるとかね、それはないと思うんですけど、ただ一応警戒しといた方がいいよと、いうことを伝えたくて今回動画言りました。結構、アルトとかも上がってるんで、あのー、まあ、もちろんね、えー、また例えば数年経てばもっとアルトとか BTC とか上がっていく可能性あるんですけど、 このナスサック崩れてそれ以上に例えばビットコインが期待されてね上がっていく可能性とか今までその株価指数が崩れたらとか崩れる前にこう2017年とかはここら辺ですねあのここは2017年の BTC が下落転換し始めたところなんでこういうところを見るとななんていうのか BTC 主導で強気に上がっていく相場も来るんじゃないかなとか。 いいうふうに思う方ももるかもしれません、まあ、僕もね一応考えてはいるんですけど、たださすがにないんじゃないっていう感じですね。やっぱり株価指数とか株式会社とかっていう信用とね、その上場審査とかもあって、しっかりその上場基準とかもあって上場しているとか、上場その基準を作っているナスダックとかと比べて、その何もないとかね、もうなんか証券法、取引法に違反しちゃうみたいな。 リップルとかみたいなそういう、そういう決まりすらないから、リップルが悪いとか、いい悪いじゃないと思うんですけど、SEC に問題ありますよね。なんでな、あの、あと、あとからだと訴えてんだって話だと思うんですけど、もっと早めに訴えろよって話だと思うんですけどね。もう何年も、だってリップルを7年前からやってるわけですから、もっと2、3年とかね、1、2年とかで訴えろよって話なんですけど、それもおかしいと思うんですよ。ね。まあ、どっちがいい悪いとか、仮想通貨が悪いっていうわけじゃなくて、だいずれにせよですね、あの、 えまだまだ株価指数とか株式市場を BTC とか仮想通貨が全般塗り替えてもう仮想通貨の時代になるっていうのはまだ早いかなって思いますね。あと何年かかかるかなと思ってます。強いけど、うんね、逆にその金とかは下がってるんですよね。まあ、リスクオンっていう相場っていうのは、えー、合ってると思うんですけど、えー、金融が上がってって、えー、金が下がるっていうのはこれはもうリスク、えー、オンってことですね。 要はリスクを取ってでも投資で利益を得たい人たちが多いっていう,うに、えー、ような相場です。なので、まあ上がっていく可能性あるんですけども、警戒した方がもういいよということを伝えたくて動画を撮っています。現状ナスダックも、えっと、BTC も、まあ、BTC を見るとね、あのーまあ、上がっていきそうにも見えると思うんですけど、僕的にはまだ全然わかんないと思っています。 この後こういう風に下がっていっちゃうかもしれませんし、このままこう強気にね、こういった感じで上がっていくかもしれない。どっちもいけるようなチャートであるんですよ、こんな感じで。現状ね、もしくはもうちょい調整してからこういう風な感じで上がっていくかもしれませんし、本当にね、今の現状っていうのは、まあエントリーすべきではないっていうか、現物で BTC 買おうとも思わないし、あの、かといってまあ、ートするって っって言って言もまあ微妙かなと、まあ、僕はね、あの今日、ナスダックの暴落見て、あの僕あの4、4万4000ドルのロング、えー、BTCFX やってた分を全部もうリグっちゃいました。ノーポジです、今。だそれぐらい僕的にはですね、やべえなっていうふうに思ってます。その、単純に精神的にそのビビったっていうわけじゃなくて、まあ、普通に冷静に考えれば、こんだけしわしわしてるんで、この後ももっと押し込まれるっていうね。 こんだけ強く上がって一回こう深めに押して押して上がってったけどもズドンみたいなねここの様子っていうのが僕はこことここの動きっていうのがこことここって似てないですかこの急落急落から急騰してゴミゴミしてレンジなってから超えてったけども急落。 ね、ここと、ここから急落から上がってって、レンジになって、上がってから、まあこの後わかんないけども、ズドンみたいなね。っていう可能性も、まあ長くはないんじゃないかなと。それがちょうど、ここら辺から、まあ1万付近とかね。この1万から、まあ8000とか。この辺まで押していく可能性はあるんじゃないかなと。こういった感じでね。その後、まあ上がっていくのか。 え、あれ。上がっていくのかどうなのかっていうところだとえ思ってます。わかんないけどね。わかんないけど、その、そういう風になる、え、可能性が高いっていうかですね。それを100%じゃないんですけど、え、警戒してます。だから BTC も今ちょっと上がってますけど、現物を買う気にならないっていうか。で、あるともうちょっと買いたいなって思うんですけど、うん、どうかな。どっちかっていうと、そこの下がる可能性があるんだったら、 えー、理覚しようかなって思ってますしまだ決定的にそのナスサックが暴落するっていうふうには分かってないし一応ね、こうサポートされそうなラインではあるんでここですねここも一応サポートされそうなえー、こうサポーリー転換してこっちのレジスタンスレジスタンスがこうサポートされやすい場所ではあるんで、えー、まだこういうふうな感じねトレンドラインとか作って上がっていく可能性あるんですよ だからまだ分かんないんだけども、すごくそれを警戒します。だから皆さん、結構ね、市場的にっていうか、この前も YouTube で見たんですけど、Twitter にあげたんですけど、なんかこう、今コロナであの厳しくなってきてるんで、投資始めてみましたとかね、仮想通貨限らず、日本株とか投資はあの仮想通貨とか始めてみましたみたいなのがなんか YouTube に上がってたりして、テレビがあの取材したりとかね、そういうの見るとなんか2017年を思い出しますし、そ,そろそろ主演も近いんじゃないかなという風うに思ってますので、 えー、今ね、その株もそうだし、仮想通貨も、えー、買ってる方は、まあひ、もう超気をつけてねで。特に高値圏で買っちゃってる人は、本当にもう、えー、気をつけてください。今すぐ売れとは言いませんけど、この状況ですね。とにかくナスタックとビットコイン、えー、この2つはもう確実に見て、えー、何かね、その暴落してないかなとか、ナスタックが先暴落してビットコインが下がっていく可能性もあるんで、僕はやっぱりこの昨日の動きですね、 こんだけ強く戻したんで僕は大丈夫かなと思ったんですよ。どっちかってこんな感じで行くんじゃないかなっていう風にね。いつもの僕だったらそう思,思ってますし、てかそう、昨日もそう思ってたんですけど、こんだけ強く押し込まれるっていうのは、なかなかないんですよ。だからよほどその、何か、うーん、転換点に来てんのかなっていう感じはしますね。こういった感じで急落して急騰して押し込まれるんだけど上がるんですけど、通常はね。 これはこの後押し込まれるんだけども、上がるんだけども、さらに押し込まれてるんで、今回のケースはね。だからまたケースが違うんですよね。通常っていうのは大体結構急落した後っていうのは、こう一回二回ぐらいですぐ上がっていくケースとか、もう一回ぐらいでこういうふうにね、急落して上がっていくっていうケースが多いんですけど、今回はやっぱり二回目、三回目かな。 一回上がって、二回目下がって、もう一回上がるんだけども、二回山作ってね、上がるんだけども、え、落ちてちゃったっていうケース。まあ、あんまりないんですよ、これって。まあ、一時間足で見ると、こう逆三損っぽくもね、あるんで、こういった感じで、行きやすい。もしくはネックラインまで上がってから落ちるとかはあると思うんですけど、まあ、なかなかないんですよ。それぐらい、あのー、 厳しいいっていうかこの辺とかとも近いかもしれませんけど、またね、だからこっから上がっていくケースっていうのもあると思うんですけど、結構厳しいよっていうことをえー伝えておきたいなと思ってます。だからアルトとかもその比較的その上がってない銘柄ですね。だから今エンジンとかチリーズ買うっていうのはもう絶対にやめた方がいいし、やるんだったら例えば、まあ、このアバランチとか、そういったような上がってない銘柄ですね。 うん、あと、BAT とかも買わない方がいいと思うし、ビーナスとかを買った方がいいかな。ちょっと上がりすぎてますけど、最初、上がりすぎてるからちょっと問題点ありますね、これは。もう、だって元々3ドル付近だったものが1月にはね、100ドルまでいっちゃってますから、えー、っと、何倍 ?30 倍とか40倍ぐらいになってるんですよ。だこういうのはちょっと上がりすぎてたんで、一旦こう結構深めに、もう30とか20ぐらいで買うんだったらありですけど、ちょっとここら辺はね、きつい。 まあ例えば、いつも言ってますけど、e、EOS とか上がってないやつとか、あとはトロンとかね、トロンちょっと上がってますけど、そこまでじゃないんで、とかだったらリスクは低いかなと思います。この辺はみんな上がっちゃってるんで、同時もマステラとか、この辺もあんま良くないですね。C というなら、リップルも位いいんですけど、ちょっとビットコインがどうなるかわかんないんで、ちょっとまあリップルもやめといた方がいいかなっていうのは思いますね。 まあ一応そのビットコインがまだまだ上がり続けるとか株価が強くなり続けるんだったらリップルも買ってもいいんじゃないかなと思います、まあ、結構ねリップルに関してはそのまあ悲観的な考え方とかする方もいるかもしれませんけど僕は期待してます、えー、ということで本日はまあそろそろね仮想通貨バブルというかコロナバブルが終わるかもしれないと、まあ、もちろんまだまだ上がっていく可能性とまあ大幅下落というか暴落する可能性どっちももう本当半々だと思ってます 全然その片方にその思考を寄せないで話してますんで、えどっちになってもいいようにね。だからリスクをあまり取らない、うん、投資かな。あんまりその全力で買っていくとかじゃなくて、あの、例えば現物は買わないで僕みたく BTCFX のみで戦っていくとか、そういった感じの方がいいと思いますね。もう暴落し始めたら、もう BTC もだし、個別メ柄カとか全部下がるんで、 まあやっぱり今のうちに利格するっていうのも一つ手かなと思ってます。あともし、えー、ポジションがでかいとかであれば、含み益がすごい大きいのであれば、さらに含み益を伸ばすっていうよりも、一旦半分利格するとか、一旦そのポジションを小さくするっていうことをして、えー、リスクをヘッジするっていう考え方ですねで。例えばポジションを小さくしてもさらに上がれば、えーまあ、全額持ってればね、プラスが増えたわけですけど、えー、半分利格したことによってリスクも半分になってるわけなんで、リターンも半分ですけどね。 その分上の値幅を取れたっていうことはメリットになってきますんでできればそういった考え方で投資トレードをやってみてください、えー、ということで本日はえ仮想通貨バブルがねえそろそろ終わるんじゃないかなということで動画を撮ってみました是非、えー、今回の動画が良かったなと思う方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします、えー、それでは今回の動画になります最後までご覧いただきましてありがとうございました